放送局鉄道動画コレクション。はい、皆様こんばんは、としあきです。今回は、通勤電車ドキュメントということで、阪神難波線ただいま乗車中なんですけれども、ここから、大阪環状線と JR 京都線乗り継いで新大阪の駅まで、ノーカットで行きたいと思います。今安治川を渡ってますけれども、まもなく西九条ですね、阪神西九条の駅に停車します。今回は、この、声は、ね、後撮りなんですけれども、実況動画風ということで、解説しながら新大阪の駅まで行きたいと思います。それでは、まもなく阪神の、西九条の駅、到着です。ちなみに阪神の、西九条の駅から JR、大阪環状線の西九条の駅の乗り継ぎは、別途、動画としてね、すでに公開しております。この動画は、動画の説明欄、概要欄の方に貼っておきます。そちらの方もよかったらご覧ください。はい、それでは、ここから、あ、実はね、これ、近鉄奈良線のね、100周年だったかな、何周年だったかなのラッピング列車だったんですけれども、はい、ここから、大阪環状線の西九条の駅まで乗り継ぎます。で、この阪神のね、難波線、の西九条の駅から JR 大阪環状線の西九条の駅までむちゃくちゃ近いんで、梅田の駅とかで乗り換えるよりも絶対こっちの方がおすすめです。でも今回は難波の方から来たんで、まあ難波の方から、ね、乗り継ぐのはあんまりないんですけれども、それでもね、見てわかるようにね、乗り継ぎの方は結構おられますね。はい、というわけで、改札口を通って、JR の大阪環状線の方に行きたいと思います。今回はね、乗り放題の切符だったんで、カードタイプなんですけれども、はい、それではもうね、ここの階段を降りれればすぐに JR の改札口になります。本当にめちゃくちゃ近いんで、特にね、三宮の、尼崎三宮、甲子園かなの方からね、環状線に乗り継ぐ方は、梅田の駅じゃなくてこの西九条の駅に乗り継ぎをね、検討してみてはと思います。本当に便利です。はい、それでは JR はイコカで、乗車ということで、はい、大阪環状線、大阪方面ですね、1、2番乗り場の方に行きたいと思います。で、改札、改札通って階段上がっていくと、もうすでに、ね、電車が止まっています。こちら、2番乗り場停車中の電車、これが大阪環状線ですね。この電車、夢咲線からの直通なので、2番線に停車していたということで、夢咲線からの直通の、環状線で大阪まで行きたいと思います。しばらくね、夜景の車窓をお楽しみください。はい、西九条の駅を発車すると、まずね、ポイント通って環状線の方に入ります。はい、もう間もなくもうすぐ野田ですね。ということで、阪神難波線の西九条でね、降りて、もう本当にね、すぐに環状線に乗り換えれましたよね。本当にね、時間、何分、2、3分で乗り換え、2、3分かかってないですかね。はい、すごい本当に便利なんですよね。で、今、のろのろ走ってるんですけれども、前に出ちゃっていたのかもしれないですけれどもね。というわけで、間もなく野田に着きます。野田ね、先ほど放送もありましたけれども、実は地下鉄乗り換えができますね。千日前線乗り換えの駅なんですけれども、まあ、ちょっとね、影が薄い感じがするんですよね。千日前線の玉川駅の乗り換えですね。駅名も違うんでね、地味な乗り換え駅ですね、ここはね。はい。ホーム反対側ですね。なので、ホーム見えないですね。こちら、梅田貨物線側の方ですね。
はい、発車メロディーも鳴って間もなく発車します。野田の次は福島ですね。福島といってもね、東北の福島ではないですよね、はい、ちなみに、大和路線には郡山駅もありますね。このナレーション後撮りなんですけれども、一発撮りに、してるんで結構ね放送と被っちゃったらねごめんなさい。結構ノロノロ走ってますね。で、向かい側の梅田貨物線が高架の下に降りていくと間もなく福島です。これ阪神の本線ですね、はい、ちょっと暗かったですけど本線を越えます。ちょっとねこの映像結構前に撮った映像なんで、去年の6月かなに撮った映像なんでちょっとね何時とか忘れちゃったんですけれども、だんだんね暗くなっていくという夕暮れの時間に撮影をしております。はい、それでは福島の駅に到着です。福島の駅も、ホーム反対側ですね。ちなみに梅田貨物線何も来なかったですね。それでは発車メロディーをお聞きください。なかなか鳴らないね。はい、発車メロディーが鳴って間もなく発車します。はい、福島の駅は結構ね地下鉄乗り換えとかはないんですけれども、まあ強いて言えば阪神の本線とか JR 東西線と乗り換えれないこともないんですけど、まあ、普通乗り換えないので、その乗り換えがない駅としてはね利用者は多いですよね。はい、JR 神戸線が近づいてくると間もなく大阪ですね。この間ね結構駅間も短いのですぐ着きますよね。で車窓もねだんだん暗くなってきましたね。で今回、最初のね冒頭の方にも言いました通り、新大阪の駅の方に行くので大阪の駅で乗り換えです。お、なんか電車止まってますね。はい、大阪駅に入れない JR 神戸線の列車ですね。実はねもう先にぶっちゃけますけれども、あの列車に、乗り換えます確か。はい、207系ですよね、覚えておいてください。はい、特急コウノトリかな、こちらはオレンジが赤ラインなんでね、はい、コウノトリも発車していきました。それでは乗り換えです。はい、乗り換えで大阪駅に到着。はい、それではここから乗り換えて JR 京都線の方に行きたいと思います。発車メロディーがね聞こえましたけれども、それでは JR の京都線の方に行きたいと思います。
先ほどね、大阪駅に入れない JR 神戸線、まあ、京都線になります207系のね列車止まってましたけれども、実はこの日ね、あの JR 神戸線京都線遅れてたみたいで、次に乗る列車をね遅れてます。はい、今、19時35分でしたね。ではここで、左の方に曲がってね、ハートインがあります。セブンイレブンのね、ここ昔からハートインありますよね。ここのハートインよくね買い物を昔大阪に住んでた時には、買い物しましたね。はい、でまっすぐ進んで7番8番乗り場が、JR 京都線です。はい、それでは、7番8番乗り場の方へ行きたいと思います。ちょっとね、この間ちょっと階段ね、下向きに撮ってますけれども、まあ、スカートの方がいらっしゃったら困るんでね、ちょっと酔っちゃったらごめんなさい。大丈夫かな。はい、それでは今来ました。207系じゃない、207系違いますね。207系かな。これは何系かな。207じゃないですね、これ321だったのかな。まあ、さっきちょっと間違ったかもしれないんですけど、さっき多分止まってた列車がこれですよね。はい、遅れ5分って出てますね。というわけで、さっきね大阪環状線の乗ってて止まってた列車に悠々乗り換えれるっていうね、やっぱりこう、あんま線路トラブルって書いてますね。はい、まあ、こういうこともね遅れてる時にはよくあります。今回別にね走って乗り換えたわけでもなく余裕でしたからね。はい、それでは高槻行き、まもなく発車かな。あ、321ですね。遠くから見、まあ、夜遠くから見るとね321と200ならね見分けがつきづらかったりしますよね。はい、まもなくご紹介いたします。ご利用のお客様は車内でお待ちください。それでは、ここから、新大阪の駅まで一駅乗っていきたいと思います。特に新快速等の接続もせずに発車ですね。まあ、遅れてますからね。でこの時間多分新快速は向かい側の、9番かなから発車するみたいなので、特にまあ普段から乗り継ぎはないかな。はい、それでは発車します。後続の快速は遅れないみたいなんで、ノロノロ走るのかな。で向かい側に、向かい側って奥に止まってるのが、スーパーハクトですね。ここから新大阪まで並走していくのかな。はい、というより抜かしましたね、スーパーハクト抜きましたね。はい、ヨドバシが見えます。大阪のね梅田のヨドバシ。立ち入りだったんか。7分遅れですか。結構遅れてますね、7分だったらね。本来だったら乗り継ぎなかった列車ですね、この列車ね。それでは梅田貨物線の線路が合流して淀川を渡ります。で淀川を渡ったらもうすぐね新大阪なんで、
もう、すっかり暮れてしまいましたね。もう真っ暗でしたね。まだ最初ね、冒頭、阪神電車に乗ってる時は明るかったんですけれども、もう夜ですね。はい。で、淀川を渡ると、先ほども言ったように、間もなく新大阪に到着です。はい、渡りましたね。で、見えないと思うんですけれども、下に阪急の京都線がね、越えますね。あ、これですね、阪急京都線。スーパーハグときましたね。スーパーハグとは予備車ですね、あれね。展望じゃないやつね。はい、じゃあスーパーハグと一緒に、新大阪の駅に到着と。はい、それでは降ります。はい、じゃ新大阪の駅ですね。はい、あ、スーパーハクト、自由席が展望車ですね、あれね。それではちょっと発車を見送ります。ちなみに快速3分遅れって書いてますよね。高槻行きなんで、多分高槻まで快速に先行するのかな。一路の快速もノロノロ走りそうですね。はい、321K が発車していきました。スーパーハクトも発車かな。スーパーハクト京都行きですからね。はい、それでは、コンコースの方に上がっていきたいと思います。ちょっとね、先ほども言ったように階段のところは、上の方を向くとね、あんまり良くないので、下向きに撮っております。普通だったら早送りするんですけれども、今回は、実況風ということで、ノーカットで、早送りもせずに行きます。で、今回新大阪の駅について、どこに行くかっていうとね、正面にね、見えてきました、駅マルシェですね。はい、というわけで今回ね、駅マルシェの方に最後ね、行きましたということで、駅マルシェのところで、この動画は、このノーカット映像は終わりと。はい。で、ジュース買いました。で、何を買ったかっていうと、はい、551。やっぱりね、551ね、これお土産じゃなくてね、ご飯ね。はい。で、ここから、買い物をした後に、今度、また出ていきます。お、大阪東線で、会議を使ってますね。結構古い映像ということがわかるかな。はい、先ほども、言ったように去年の6月の映像ですね。去年の6月って全線開業っておかしくないかな。はい、それでは、今回は新幹線に乗り換えというわけではなく、東出口の方から出ます。はい、今回ね、新幹線の方乗るわけではなかったんですね。では、 IC カードタッチ。はい。で、今回は地下鉄の御堂筋線とは反対側の方に行きます。で、ちょっとここから先、徒歩を歩くんですけれども、映像がちょっと乱れはしないんですけども、ちょっと酔っちゃったらごめんなさい。あんまり良くないかな。カクカク曲がっちゃったりとかね。はい。
こちらの方に歩いてどこに行くかというと、まあ、最後ね、目的地までずっとノーカットで行きますので、普段ね、動画20分で収まるようにしてますけれども、今回は、ノーカットということを大事にするために、ちょっと20分超えちゃいますけれども、はい、ご了承ください。それではね、新大阪の駅を、で、もうちょっとで出ますね、うん。こっちの方にね、行くことって、あんまりね、ない。特に大阪の人とかあんまりないような気が。どうなのかな？こっちの方に用事があることってあんまりないですもんね。はい。それでは東口の方に出ます。はい。地下鉄の御堂筋線とは反対の方ですね。で、大阪の人はあんまり行かないような気もするけれども、他のね、ところから来た方は、もしかしたら、よくね、こちらの方の出口も使われるかもしれない。っていうのはなぜかというとね、今から行く目的地も、なんとなくね、わかります。わかっちゃうかもしれないですけれども、こっちの方ね、ビジネスホテルとか結構多いんですよね。なので、大阪の人というより、よそから来られた方がホテルに泊まるときに、こっちの新大阪のね、東口を、出ることが多い。ということで、今回は、ホテルの方ね、ビジネスホテルに泊まったんで、こちらの出口から出ました。まあ、実家に帰ってもよかったんですけど、この時ね、めちゃくちゃ安かったんですよね。もう先にぶっちゃけちゃうと、もう動画にもしてますけれども、この時アパホテルはね、2600円ぐらいかな。で、一泊泊まれたんで、まあ、実家に泊まるより、まあ、いいかなということで、2600円ぐらいだったらね。ということで、この時はアパホテルに泊まったんですよね。はい。アパホテルの方に、だから向かっております。で、今回は新大阪の駅のアパホテル、開業してすぐぐらい、オープンしてすぐぐらいに泊まったんですけれども、この時行った後にまたアパホテルができたらしくて、なので、この時は一番新大阪の駅の方で一番新しいね、アパホテルだったんですけど、今はここよりも、今から行くところよりも、さらに新しいアパホテルがあるらしいです。はい。というわけでね、ちょっとね、道路を横切って、もう少しでアパホテル着きますね。ここの、角を曲がったところかな、アパホテルね。違ったかな？ここですよね、はい。この一方通行のところを曲がってすぐ行ったところがアパホテル、今回泊まるアパホテルとなります。本当にね、こっちの方どうなんかな？大阪の人も別に、行く用事が、まあ、ある人はいるとは思うんですけれどもね、行く人もいるとは思うんで、冒頭というか先ほどね、大阪の人はあんまり行かないと言いましたけど、そんなことはないか。はい。他に何があるんだな、こっち側ね。学校とかあるのかもしれない。専門学校的なやつとか。ちょっと、今のは不明なんですけど、はい。と言ってたら、アパホテルに、到着というわけで、アパホテルの新大阪のね、今では一番新しいわけではないんですけれども、この時は、まだ新しかったアパホテルですね。新大阪のアパホテルに到着です。はい。それでは入っていきたいと思います。ね、結構ね、この時本当にオープンして間もなかったんで、お花とかもね、飾ってありました。というわけで、アパホテルです。ね、ロビー前でね、綺麗なシャンデリアがありましたけれども、チェックインとかね、は全部もうすっ飛ばして、はい。今回9階に泊まりました。それでは客室の方に、行きたいと思います。泊まった部屋ですね。はい。今回泊まったのはここ曲がって、まっすぐ行ったとこですね。本当にね、2600円、700円ぐらいで泊まれる部屋とは思えないぐらい、まあ当たり前ですけどね、普段高いですからね。はい。それではアパホテル、客室に到着というわけで、今回の動画は、まもなく終了ということで、またよかったらね、今回みたいに、ノーカットでね、実況ね、評判が良かったらまたやりたいと思いますので、よかったら、ご覧ください。感想とコメント書いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。